大河内ひさつな法3年4月3日は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将。徳川氏の家臣、大河内秀綱の子。兄弟に、松平松綱がいる。室は、相模区那し北条上維新、深井義秀の娘。子に、長泉院、江戸幕府老中、川越藩主、松平信綱、養子に、大河内秀月綱がいる。 通称は金兵衛。元気元年、徳川氏の家臣、大河内秀綱の子として、三河国にて誕生。三河大河内氏の一族で、大河内諸氏の内伏世長大河内氏の出自にあたる。慶長15年10月に、家康へ仕官する。元内4年9月13日には父、秀綱が死去すると家督を相続する。久し綱は、大官、勘定奉行として活躍した。 関東地方の幕府直轄領の年貢に関する実務を扱い、寛永15年に職を退いた。江戸時代後期に編纂された、慶府集・寛城録には以下のような逸話が記されている。この松平の綱のところには、老中という職業柄多くの神物が届いていたが、それを父に振る舞っていた。久し綱は、その神物を少しずつ監禁しており、 ある時たまった貯金で具足を整えて、信綱に返したので、信綱が大変驚いたということである。ありがとうございます。